ありがとうございます。皆さんありがとうございます。急遽ライブ配信をさせていただいてます。こんばんは。すいません、こんな喉で申し訳ない。ちょっと風邪をひいてしまったので、このままちょっとこの声のままちょっとやらせていただきたいと思います。おお、すごい、一気に943。ありがとうございます。多くの皆様ありがとうございます。こんばんは皆様、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、今海はですね、今新居にいるんですけども、ちょっとまだ慣れない環境でちょっと今うろちょろと今探索中のようです。こんばんは。どうもこんばんは。海ちゃん風邪、はい、とりあえず、まあ喉の風邪なのでとりあえず大丈夫です。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。海ちゃんは、うん、まだ寝る足が終わってないようで、あ、ありがとうございます。こんばんは。どうもこんばんは。海おいで、海。ニャルソックはちょっとまだ終わってないみたいですね。そうですね、非常事態といいますか、僕が持ってるキャンプギアをちょっと紹介して、皆さんに、今回の大地震がありましたので、まあ予防じゃないですけど、まあ何ですかね、はい、グッズの方をちょっと急遽紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ニャル族で忙しいんです、ちょっと、はい、もうそうなん、ちょっと海ちゃんはですね、ちょっとまだ部屋の方な方がガチャガチャごちゃごちゃしてますんで、慣れない環境で今。ありがとうございます。じゃあちょっと、まあ先ほど1000人ぐらいですけど、まあそうですね、これぐらいでやっていきたいと思います。はい、まず初めにですね、こちらですね、まあ安いものなんですけども、まあこちら、なんて言いますかね、まあベッドとか持っていけないので、こちら簡易的ベッドですね、床に敷いて敷くものなんですけども、はい、こう広げてもらうと180センチほどに、うん、はあると思いますけども、こちらですね、裏側がアルミシートになってますので、これを下側にしてもらうと、冬の方は熱を遮断してくれて、床冷えの方を防いでくれるものになってますんで、はい、そう、敷きマットです。皆さん多分知ってると思いますけども、これがあるとなると、じゃあ全然違いますので、ぜひ安いもの、装備も結構軽めなんですけども、普通のインフレクターマットって言って空気で膨らますマットがあるんですけども、そちらの方がちょっとこうかさばるので、あまりおすすめはできないのかなと思います。なのでこちらサーマレストっていう有名なマットがあるんですけども、まあ、こちらはこれパクリのちょっと安いやつなんですけども、こちらいいので一つ持っておくと緊急事態の時にいいのかなと思います。でですね、今の冬の時期ですとやっぱり寒いので、こちらはですねシュラフとなってます。なんですけども、まあインナーシュラフといって結構コンパクトなシュラフになってます。はい、まあ、とりあえずまあこれも結構こうちっちゃくなってるのでなりますので、こちらもまあ一つ冬になるとやっぱりおすすめなのかなと。夏は別にいらないと思いますの で なければですね、ユニクロさん のウルトラライトダウンみたいな、ダウン生地のコンパクトになるようなものを、どれだけバッグの中を収納、ちっちゃく収納していくかがすごい重要になるので、はい、こちら僕が使ってるキャンプのバッグなんですけども、まあ、結構70リッターぐらい入るかな。はい、まあいざとなるとなんかね、重たいのでなかなかなんですけども、できるだけコンパクトに持っていく、はい、持っていった方がよろしいのかなと思います。で、あとまあこれですね、これはまあ普通に毛布なんですけども、毛布も今の時期ですとやっぱり寒くなりますので、ね、今の
被災地の方は結構3度も3度6度とか結構寒いと思いますので、毛布1枚あればいいと思います。またね、あのちっちゃい腰掛けですとか、まあ、そういうのもなるべく持っていた方がいいのかなと。で、あとこういうですね、パラコードっていうんですけども、これをほどくとですね、まあ、腕につけたりとかもできるんですけども、パラコードといって、体重500キロまで耐えれる紐なのかな、確か。まあ、これダイソーさんなんですけども、ちょっと耐久度の方はちょっと心配なんですけども、これを1本にほどくとですね、1本の長いロープになりますので、こういうのをですね、木と木に結んで、テントを張ったりですとか、洗濯物を干したりですとか、使った食器を、干すですとかもできますので、1本あるとないとじゃ全然違いますので、あれば、あ、これはですね、これ100均でダイソーさんですね、ダイソーさんで売ってますので、今ですとワークマンですとか、ワークマンプラスですとか、ありますので、これほどいていただくと結構身軽に装備できるのかな。別に腕につけなくてもバッグにちょこっとつけたりとかしたらいざという時に使えますので、はい、ヘビーユーザーとなってます。はい、で、やっぱり iPhone のライトじゃだと、やっぱり容量も持たないということで、ね、なかなか難しいんですけども、みんなとの通信手段が途絶えるとやっぱり不安なケースも増えてくると思いますので、ライトを一つ持っていた方がいいです。こちらのライトですね、見ての通りこう青い4つが、まあ、充電満タンなんですけども、前に光ったり、横に光ったりするので、夜歩くときは前に光らせて、で何かを作業するときは横に光らせるとすごく便利なものがあります。でこちらはですね、有名なメーカーさんですと5000円ぐらいするんですけども、こちらは、安くて中国製なのかな、安いので、1個やったっけな1000円いかない、そうゴールドゼロさんは高いんですけども、こちらの、パクリのパクリって、まあ、パクリなんですけれども、まあ、これはまあね、安いのでこちらを、まあ、こちらこれだけじゃないんですけども、まあ、他のメーカーさんもあると思いますけども、あ、海ちゃん来た、海うん、これはすごく便利だと思います。またですね、これに付属でこういうアジャスターもついてですね、こういう風に立てれますので、あ、海ちゃん来た、気になるね、気になる海ちゃんがですね、でこういうスタンドについたりとかですねありますので、はい、これすごく便利です。夜道を歩く時とか、夜散歩する時とか結構便利ですんで、ぜひぜひご購入というか、まあ、検討していただければなと思います。はい、で次はですね、あるとないとでは、まあ、あんまり変わらないかもしれないんですけど、まあ、ジペタで何かを食べるよりかはマシなのかなって、まあ、被災地に行ったら段ボールもあると思いますので、そちらをテーブルにしていただければなと思いますけども、こちらはですね、キャプテンスタックさんの、まあ、キャプテンスタックさんですけども、まあ、開いて、あ、これキャプテンスタックじゃなかった、これどこだ、ワークマンか、ここに足掛けてこう開くとですね、まあ、簡単に、簡単に、このキャプテンスタックさんだった、ごめん、キャプテンスタック、あのテーブルの方がキャプテンスタックさんです、そうテーブルの方ができますので、これで食事ができたりとか、こうライトを照らして、まあ、最小限の食事になると思いますけども、こうできたりするので、まあ、まあ、多分被災地に行くと段ボール配られると思うんで、段ボールで食事されるかなと思うんですけども、まあちっちゃくちっちゃくできる、あ、なることしたな、じゃあずらしてますね、まあ結構ちっちゃくちっちゃくできますので、まあ、あればあるほどいいんですけども、便利なんですけども、やっぱりその分重量が増えてくるので、まあその辺は皆さんの良し悪しで決めていただければなと思います。よいしょ、これキャプテンスタックさんでしたね。はい、これがワークマンさんですけども、そう
あ、クッション、うん、先ほど紹介しました。こちらですね、ワークマンさんで売っている木工用の、カッターに似てるんですけど、これ片方がノコギリ状態になっています。あ、海ちゃんはですね、僕前回通院に行ったんですけども、ケージの方をソフトケージとハードケージの方を買わせていただきました。リッチェルさんの方ですね、今日も持ってきてるんですけども、後ではい見せたいと思います。こちらですね、すいません中断しました。ボロボロですけども、カッターの方にやってます。もう一つワークマンさんですね、多機能型のハサミがありますので、そちらの方も結構良くて、ハサミになったり包丁になったりとか、まあ、簡易的な包丁になったりとかするので、そちらの方も実際ワークマンさんの方で見て検討していただければなと思います。こちらはい、なんか軽作業とかちょっとねできますので、あればな、1本あればいいと思います。こちらはですね、もうライトになってるんですけども、やっぱりライトはね結構やっぱりなくてはならないものなので、でこちらですね、磁石になってますんで、こうペタッとなんか、車で避難される方は車のバックなんて言いますか、扉、後ろの扉にこうペタッと貼り付けて、こう作業するですとか、皆さんで食事するですとかできますので、また車で避難される方はなんでしたっけ、病気忘れちゃったんですけども、まあ、十分注意してください。同じ体勢でいることが、結構、危なくなるので、それじゃあもうちょっとした運動ですとか体を動かすとかですか、必要になりますので、十分お気をつけて避難されてください。こちらクッカーにありますね、クッカーです、ね、クッカー、ちっちゃなお鍋なんですけども、こちらはコールマンさんですね。コールマンさんお鍋にあったり、こっちは深皿になってます。はい、汚れてる、あれ取れてない、切ったね、最悪や、映えね、全然映えない、はい、洗い直し、はい、でこちら1回なってます。こちらでね、カップラーメンとか作れますので、こちらで炒めることもできますので、一つあれば、あで今 の携帯用食料でお湯を注げばできるご飯もありますので、そちらの方も、まあ、食事の方は3日分と覚えていただけたらいいと思います。まあ、今のような贅沢した暮らしもできないと思いますので、まあ、1日食べる食少しでも食べれたらいいということを考えてください。なのでキャンパーとかは結構、なんで荷物が少ないのかっていうと、やっぱり必要最低限の1日の活動最低限の食事しか取らないので、メモリついてますので、カップラーメン作る時とかも分かりやすいと思います。なのでみんなキャンパーはやっぱりこの分しか作らないとか、もう一つこの分しか作らないとか、ミニフライパンとか絶対足りんだろうなって思うんですけども、お腹を満杯にするというよりかは、その日必要な分のカロリーしか摂取しないということが、まあ、キャンパーサバイバルの基本になりますので、はい、こちらですね、まあ、これはみんなが知ってる、まあ、メスティンなんですけども、ご飯炊いたりとかで、すごい人はもうこちらでフライパン代わりにするとかあるみたいなので、はい、で、まあ、こんなちっちゃいものじゃいたんですけども、まあ、あればいいんですけども、これは水、飲料水を入れたりする、まあ、これはモンベルさんです。はい、ペットボトルになります。でこちらはヘッドライトなんですけども、まあ、ライトはねやっぱりないと、でこちらは緊急用になるとこうチカチカする目印になりますので、助けてくれとか、こうここにいるよっていうのは信号ができますので、こう光ったり強弱もできますので、はい、これがあるとまあ何かあれば、やっぱり手持ちだと片手は絶対塞がってしまうので、両手使いたいので、やっぱりこうつけて歩いたりする方が効率安全でいいと思いますので、余談じゃないんですけども、まあこれは僕が普段仕事場でコーヒーを入れるんですけども、仕事場でコーヒー入れる仕事場でどんなんやってると思うんですけども、まあちょっと自分の休憩時間のために、まあこれはコーヒーの
コーヒーは別にいらないんですけども、僕が紹介したのはこちらの外さんの外さんのバーナーですね。こちらはですねすごいコンパクトで、こちらすごく便利で、もう一つ、岩谷さんのバーナーがあるんですけども、こちらの方がすごいコンパクトになりますので、はい、こう開いていただいたらもうこれでメスティン、さっきのメスティンですとかクッカーですとか置いていただいたら、でガス管が必要になりますので、ガス管も3本あれば上等なのかなと思いますけども、そう一つ持っておいた方が何かと便利です。でアタッチメントでですね、ヒーターになるアタッチメントもありますので、寒い時期とかそのヒーターが炊けないとかあると思いますので、ヒーターもあればいいと思います。まあ、必ず外と、まあ、換気のいい場所で使用してください。やっぱり、ね、一酸化炭素中毒が一番怖いので、匂いもないので知らぬ間に目がくらんでなくなるっていうケースもあると思いますので、そちら十分に注意してください。はい、もうめっちゃパッパッパッと済んでしまったんですけども、まあこれが僕のいざとなった時に必要なのかなという、まあサバイバルグッズでした。あ、いえいえ、すいません、パッパッパッと、あ、外さんが来る、うん、そう、すごいコンパクトなんです。ちょっと岩谷さん持ってくる、少々お待ちください。大丈夫かな。こちらがですね、岩谷さんのガスバーナーになります。で先ほど見た外さんに比べてもう全然もう全然違います。もう外さん 2つ分ぐらい、そう、今はオロチンユーよ、オロチンユーじゃないんですけども、はい、オロチマルみたいな声にやってるわよじゃないんですけども、はい、今恋バネしてる場合じゃないんですけど、岩谷さんのガスバーナーになります。はい、こちらはですね、こちらの強みはですね、とにかく暴風になってます。風、岩谷さんはですね横風に弱くてですね、こちらはですね横風に強い状態になってます。まあそれが何ぞやっていう話なんですけども、まあそうですね、まあ外さんのガスバーナーの方がコンパクトで持ち込みやすいので、そちらの方をおすすめします。まあ、外さんのメリットとしてはやっぱり、ガスバーナーとガス管の距離感が近いのが外さんのデメリットで、こちら岩谷さんとのですねこう距離感がある程度取れているので、まあ、ガス爆発にはならないのかなと。まあ、安全が高いのは岩谷さんですけども、コンパクトなのは外さんの方になってます。はい、いつもと声、そう、いつもの声じゃないわよ、いつもの声はこんなオロチマルのような声じゃないのよ。まだニャルソックになってますね、そう、全然そうですね、まあこれがあれば、まあカセットコンロのボンベで、うん、いいんです、いいんです、もう全然安い、僕なんてコンロっていうキツネのコンロを使ったりとか、こんなアウトドアで使うような丸型のやつじゃなくてもいいので、はい、喉、はい、大事に、そう、やっぱり慣れないこの引っ越しの作業ですとかでちょっと疲れが出たのかなと思います。はい、またこれはもう後で片付けます。うん、はい、寝るや、はい、海おいで、そう、コンロ、海ちゃんはどこ行ったのかね、すいません、皆さん心配されてたんですけども、こちらですね、リッチェルさんの、M サイズですね、スモークガラスになってまして、こちらの方がなんかここに猫も安心できるとか書いてたので、とりあえずこちらを購入しました。まあでもなんかこのプラスチックの棒なんか、これが留め具がプラスチックなんで、思いっきりタックルしたらこう壊れるんじゃないかなとちょっと心配なところもあるんですけども、まあ、うん、あ
安心してくれればなと思って、スモークガラスの方にしました。まあ、皆さんね、心配してくれたので、こちらの方リチェルさんです。あとソフト、バッグの方もですね、あの買ってるんですけども、ちょっと今日は、急遽新居の方に来ましたので持ってきてないんですけども、はい、ありがとうございます。喉はそうですね、今あんまり痛くはないんですけども、まあちょっと声がこんなおろちいみたいな感じの声に、海おいで、海ちゃん、みんなに、はい、こんばんはって、何よって感じやね。そんなことよりも忙しいね。ね、ありがとうございます、みんちゃん。うんうん、どうやったんやろ。そっかは龍角さん、あんまりこう味が好きじゃないと言いますか、三角の飴の方がちょっと好きなのかなって。こんばんは、すいません。さらっとこの、まあ、サバイバル、あ、もう一つ紹介しなかったものがありました。ですね、こちらですね、まあ、僕あの DOD にこだわる必要ないんですけども、まあ、こちらあのテント、大人が2人で子供1人での寝れるテントがありますのでになります。3人用かな。結構こちらも便利なのだなって。やっぱり段ボールの生活ですと、上が天井がやっぱり空いてるですとかね、ありますので、もうプライバシーのちょっと誰かに見られてる感がすごいあるので、あのテントもあれば、はい、まあ安全、まあリラックス、ちょっとでもリラックスして過ごせるんじゃないかなと思いますので、まあ、テント、DOD のテントは僕 DOD 好きなので DOD 揃えたいなと思うんですけども、もうメーカーごちゃごちゃで、モンビルが、ね、モンビルですとかいろいろあるんですけども、そうボコボコの、はい、マットはあった方がいいです。本当にあの新居なんですけども、すごい床が冷たくてですね、あの本当にこれ保温ね、ちょっと保温されてんのかなと思うんですけども、なので寒いので、あの急遽このこういう、あ、これもあった方がいい、あ、これかこっちのがあった方が、どちらかあればいいと思います。はい、これもねアルミシートで断熱になってますので、こちらもおすすめです。小型テント、うん、必要だと思いますね。なかなかね、カーペット、はい、あ、そう、ビックスのドロップです。うみちゃんもですね、床が寒すぎて、ほらここにもう寒すぎて、フローリング寒いのでここでもうずくまってます。ねえ、うみ、私はニトリさんを用意しました。ゴロゴロ言ってる。ねえ、寒かったね。ねえ、のみ、終わった、寝る足は、寝る足終わったかな。ありがとうございます。こう仕事中はですね、ケージの中をでちょっと過ごしてもらってるんですけども、ずっとね、あの寝てくれてます。おりこに寝てくれてますね。うん、この通りも散財となってますんで、まだまだこれから、これはこたつですね、あのニトリさんです。お値段以上なのか以下なのかはちょっとわからないんですけども、こたつをつけたいですね。あ、カーテン、カーテンね、まだこれからで、もう全然何も手つかずで。ふみちゃんに会いたいね。ねえ。
そう、結構あのベッドの方に枕元に来てくるので、ありがたいね、あったかいね、海。はい、こちらこそ本当にびっくりしました。僕も漁港に行ったら本当溺れてたので、本当にね、びっくりしたね。カーテンね、そう、お花がピンクです。肉球もピンクみたいです。お花がピンクだと肉球もピンクみたいっていう、あのプロ技が教えてくれました。いた、ね、ごめんごめん、ここね、はい、はい、出らしていただきます、海さん、はい、結構あの最近は自己主張が激しいみたいなんで、撫でるとこ違うとそこじゃないってすごい怒ってきます。怒るというか噛みついてくるね、ね。そう、引っ越しは披露、うん、披露しかないですね。ありがとうございます。こたつあるとないとじゃ全然違いますね。はい、海ちゃんがいてほんま人生360度やったらいかんね、180度変わりました。本当にそうですね。あ、そうなんだ、伸びるんだ。ベッドでは丸くならんて、こたつでは。ね、ここだけ、ここ冷たいけどね、ここあったかいもんね。はいはい、撫でます撫でます。はい、すいません、はい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 、いいですかね。はい、はい、こっちこね、はい、頭よね、今度は頭よね。はい、ということで、あの頭を撫でるということです。あ、これはキャットタワーじゃなくてですね、何ですかね、なんていうの、アウトドアの棚ですね。でこちらがキャットタワーになってます。ちょっとあのネタバレになっちゃうんですけども、まあ今後開封動画も撮っていけたらなと思います。ね、立派な下僕になってますね。本当にすごい自己主張が激しいみたいで、完全にそこじゃないわよ、感想なんですよ。すごいすごい、ここじゃないわよって言ってね、あ、ここだったみたいに、ここも、あ、ここも、はいはいはい。あ、ここはそうですね、あんまり撫でるとはならんですけど、でも海ちゃん気分、海の気分次第ですね。本当に顎撫でてたら噛みついて、おでこ撫でたら噛みつかないみたいな感じで、お嬢様気質になってますね。ゴロゴロしてます。聞こえますかね。聞こえてくれたら嬉しいですけど。あ、わかる、よかった。うん、大きくなりました。本当に最初はもう手のひら一つ分、二つ分でいっぱいですけど、今はもう三つぐらい必要なのかな。ね、大きくなったね。本当大きくなった。そう、違うみたいです。海の気分次第でそこを見つけるのがなかなか大変ですけども、まあ面白いところでもありますね、この。うん、ね。かわいいで、みっちゃん。かわいいで、これ。たれ耳、うみちゃん。ぷきょ。たれ耳。今はですね、2ヶ月ぐらいなのかな。2ヶ月なのかな。誕生日の方は、まあ、お正月の時に言ったんですけども、10月の10日が海の誕生日にしようかなというふうに伝えてたので、なのでまあちょうど3ヶ月になる、違うね、まあ2
2ヶ月とちょっとですかね、になりますね。海ヨーダ、海ヨーダです。かわいいね。ありがとうございます。また通院に行った結果ですとかいろいろ編集中なんですけども、すいません、まだ全然バタバタで片付いてなくて編集に手が負えないので申し訳ないです。どの角度もかわいいってよかったね。はいはいはい、ごめんごめん、こっちこっち違うって、ここかここかここだな、あ違う、ごめんごめんごめん、はい背中ね、背中ですな、はい背中ですね、背中ですね、背中でした、あ違いました、はいすいません、おでこ、あ違いました、触るなと、十分だと、十分ということです、十分触っただろうと。ね、十分触らせていただきました。ありがとうございます、いつも見てくれて。違う、そうすごいんです、うん違うみたいな、すごい激しいね。ありがとうございます、頑張らせていただきます。ね、あら不満、不満そうですね、お尻ピコピコ上げて、そうですね、おとなしいです、あんまり泣いたりとかはしないですね。あ一緒に寝てくれますよ、ベッドで横になってたらか、すぐにす、うん、ちょっととりあえず遊んだら自分からベッドの方に行きますね。僕のツーショットはちょっとちょっと恥ずかしいので、僕はもう全身も頭からもう足先までモザイクが必要ですんでね。お手手のアップをお願い、お手手のアップ、お手手のアップもらっていいですかね、お手手のアップ、あちょっと嫌だそうです、はいこちらで我慢してください。ごめんごめん、はいはいごめんごめん、はいね、あ先ほどまでちょっと道に迷ったのか僕の姿が見えないみたいなんで すごい泣いてました。まだ20時33分なので多分まだ眠くはないんじゃないのかなと思います。まあでも安心してるみたいですね。ね、あら、シシでしょ。そう、お姫様ですね。抱っこしてもあんまり抱っこされなんですかね。すぐ逃げてしまうというか。今日はいや新居で寝ないですね。またベッドの移動もしてないので、とりあえず新居はちょっとことことインテリアの方を揃え片付けてからちょっといろいろと完全に引っ越しができたらなと思います。ありがとうございます、みんな見ててくれてありがとうございます。よく尻尾で遊ぶのが海ちゃんの、うん自分のマイブームみたいです。ありがとうございます。はいこちらは新居です。旧の方はですね
今人工芝を敷いているところが旧のお家です。この前の写真も旧のお家になってます。ありがとうございます。一生見てくれ。楽しい。どんどん自分で、ね、自分の猫じゃらしをして遊んでます。明けましておめでとうございます。ああそうですね、一緒に行って、まあ、魚は生魚じゃなくてこう火を通して食べてもらいたいですね。最近は釣りに行けてないですね。ちょっとやっぱり海のご飯ですとかありますので、仕事が終わったらもう直帰して一回帰ってからご飯を食べてちょっと遊んでってなると8時9時になってしまうので、あ、今日も行けなかったっていうのが、いや全然行けるじゃないです。今日はもう本当にガラガラ声でもうオロチマルみたいな声になってしまってます。あ、戸締まり、そうですね、はい、気をつけたいと思います。あ、あくび油断したね、ういちゃん、みんな見ようのに油断したね。あ、ありがとうございます。あ、そうですね、少し落ち着いたら僕も久しぶりの釣りの方に行きたいと思います。僕の仕事はまあそうですね、医療じゃないんですけど、まあ福祉の仕事ですね。ありがとうございます。あ、はい、大丈夫です。声の方はまあガラガラですけども、喉は痛くないので大丈夫です。ありがとうございます。乳歯がねあればいいんですけどね。多分このマットがちょっとあったかいのもあるかと思います。ありがとうございます。お、今日磯釣りに行ってきましたか。あ、いいですね。深瀬釣りかな。お仕事もする。ありがとうございます。はい、皆さんも頑張ってください。日々皆さんもお疲れ様です。あ、はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい。ずっとゴロゴロ聞こえる、よかった。ちょっと眠そうですね、障害。ありがとうございます。サビキ、あ、サビキね、結構いろんなものが釣れるのでね、こっちだとやっぱり親ビッチャじゃないですけども、美味しいっちゃ美味しいですけど、もう嬉しくない魚ばっかり、雑魚ばっかり釣れるので、ね、他の県だとアジが釣れたりとかして。いえいえ、急遽皆さんのキャンプ、僕のキャンプ道具といいますか、まあ避難された時に持ってればいいものを紹介させていただいたので、急遽ちょっと今日は配信させていただきました。あ、はい、年末年始はお休みじゃないです、泊まりがあるので、やっぱりもう黒を狙いに、ああね、今の時期はやっぱり、今の時期はメジナですとか、関東で言うたらメジナで、こっちで言うとグレって意味ですけども、やっぱグレジ、メジナグレシーズンなので、で、それを釣った魚をサメが狙ってるっていうのもあるので、やっぱりサメは多いですね今は。あ、おやすみなさい。お、立ち上がった、立ち上がった。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。皆さん見てくれてありがとうございました。あ、夜勤もありがとう、はい、ありがとうございます。ではでは、今日はこの辺で失礼します。皆さんも備えあれば憂いなしなので、できる限り自分の身を守るような備えをしていただければなと思います。今日はどうもありがとうございました。
では失礼します。クレーツリーをしたこともあります。あ、いいですね。すいません、お大事に。ありがとうございます。では失礼します。またねー。